おとといびっくりドンキ行ってハンバーグ頼んだんですけど、ハンバーグは普通すぎてびっくりせずにドンキだけしたとのことです。自分のこと陰キャっていうやつ、いや陰キャじゃないよっていう言われ待ちしてるけど、ほんまに陰キャ。どうも陰キャです。今日の、ね、挨拶はちょっと特殊でしたね。長いですね。2人とも長ゼリフでよく言えましたという。本日の企画、教室100人に受験期の勉強時間聞いてみた。ちょっとあの一回ドア閉めていいですか。まずこれちょっとうるさいですね。出されます。いいから出されます。皆さんやっぱ気になってると思うんですよ。あの受験期どんぐらい勉強したらいいかっていう話でね、はい、量の問題なんですけど、まあ、量じゃないけどね、うん、じゃないんだけどやっぱ気になるんですよ。一つの目安としてね、うん、さっき俺らがどんだけしてたかも話そうか。ちなみに小橋さんはどんぐらい勉強してましたか。まあ本腰入れて勉強し始めた9月からはほんまに1日8時間近くやってましたね。毎日平日はまああの授業の時間除いて5時間とかやって、その土日とか授業ない時は8時間やってましたね。西郷さんはどうでした。まずあなたはあれですよね、浪人してるから。あ、だから高3、うん、現役時代は、うん、まあ長くて6時間やる。あーね、まあ、学校ある日はもう2時間とか、うん、学校行って帰ってちょっと寝たりお菓子食ったりしてそしたらもう8時ぐらいになってるから。浪人時代は10は行ったな。10はすごいな。8から10の間やったな、うん、やっぱそんぐらいやるのも間に合わんかったこと。絶対間に合わなかった。普通に現役時代いい生活してるな。部活終わって何もなくてさ、4時ぐらいに家帰るわけやろ、うん、そっから、ね、8時半ぐらいまでダラダラする。そう、まあダラダラしてたらお母さんが晩ご飯やでって言ってくるから晩飯食ったら8時とかになってます、ね、めっちゃいい生活やな。12時ぐらい寝て8時に起きると。めっちゃいい生活してるやん。健康生活リズムめっちゃいいやん。健康的で最低限度な生活はまあ営めてたと。いやいや25条な憲法。はい、そうです、ね、早速じゃあ聞いていきましょうか。聞いていきましょうかって言われても分かんないと思うんですけど、あの今日何人かにその実際の声も聞いていこうと。そうそう、で時間だけ聞いてもね、あの参考にならないと思うんで、その1日のスケジュールとか、うん、勉強背景とかね、そうそう、モチベーション保ち方とかも聞きながらやっていこうかなと思います。まずこれは僕たちの同級生の農学部に通う彼に聞いていこうと思います、はい、彼も一浪してるね、うん、一浪してるね。入試の得点は結構余裕で受かったみたいな、うんうん、そうです言ってたね。はい、プラス100点ぐらいで受かってる人に今から電話していこうと思います、はい。あ、出た。もしもし。はい。今時間ある？電話なら大丈夫だ。電話なら大丈夫。オッケー。あのさ、今、YouTube で、あの、受験期、どんぐらい勉強してたかみたいなアンケート取ってるんで。あ、ね、朝、うん、7時に行って夜9時、10時だから、何時間、うん、?12 時間、15時間。え、まあ、ほんまにそれ、休憩時間とか入れろよ、それ。え、休憩時間のとこかよ。そしたら13時。すげえな。13を1年間じゃない。いや、まあでも途中あれだったよ。ね、3日に1回晩飯食ってたから、え、ちょっと待って待って待って、あれどういうこと。友達と食ってたから、うんうん、あ、3日に1回晩飯を友達と食ってたってことか。2日間抜いてるわけじゃない。え、そういうわけじゃない。あ、ごめん、あのヒンドゥー教かと思ったわ。そのどういう感じでその続けてたの、その13時間を。上限なんて分かんないからさ。ああ、要するにどんだけやったって一生受かる気しないからさ。あー、なるほどね。これいいわなんてないからさ、ひたすらにこうしまくってしまくって限界はなかったってことね。あ、そう、勉強にゴールラインはなかった、うん、勉強にゴールラインはなかった、うん、勉強が嫌になる時期みたいな、鬱というかそういう時期はあった。ね、2つかな、鬱になったのが1個が、周りの大学生が全員ウェイウェイし始める時と、あ、はいはい、で久しぶりに会った頃になんかこうサークルでこうなんかちょっと女の子といい感じになった時の話とかを聞いて、ひがらめシャツ言われてくる。それは、うん、そう、自分がこうやりにやってやりまくって勉強が全然残らなかった時は、うん、はいはいはい、マジ死のうかと思って。一説によるとなんか浪人期さ、あの病んだった時、あのうどんしか食えへんかったみたいな。なんか夜中ねストレスで歯ぎしりが激しい。そう、歯ぐきやられてその咀嚼するために激痛が走るから飲むだけで食べれる。うどん分かりました。ごめん、ありがとう。いや、えぐいですね、うん、13時間は。で、うどんしか食えなくなる、はい、歯ぎしりで歯ぎしりで歯ぐき痛んで。でもそこまでしたらやっぱ受かるんですよ。体追い込まれててもそんぐらい13時間毎日やり続けたら受かるんです。彼言ってましたもんね、うん、もう合格率は 100% にならない、うん、彼は現役時代あの地球工学科を第一志望にしてるんですけど、はい、あの語学最低ってマイナス100点で落ちてるんですよ。あ、そんな彼でも1年間やり続ければ受かると。勉強やればやるほど伸びるものだと思いますね、はい。
次あの電話する人はサイコとあの同じ学科に通う工学部のね、うん、プレゼン工学科に通う僕たちの友達ですね。彼はあの巨大入試の得点であの11月までマウントを取り続けてましたね。なんなら2回生になってからでも俺医学部まであと何点やったみたいな。マウントを取り続ける彼に今から電話していこうと思います。学歴中のね、うん、あの高校は結構ほんまに名門男子校行ってましたね。名門ですね、ほんまに名門です。せやな。はい、出ない。クソがや。腹立つトップがしてね。あ、まあ、後回しにしますね。今ちょっと YouTube 撮ってんのよ。で、今受験期どんぐらい勉強してたかって聞いてるんよ。で、どんぐらい勉強してた？あ、俺？うん。ちなみにけど、あの医学部プラス2.7 で合格してたやつ。ほら、ほら、ほらね。ほら言ってきた。ほら言ってきた。じゃあまずで、医学部2.7 点プラスで合格してて、1日5時間しかしてへんくて、はい、まで志望学部にはプラス160点とかってことだけ言ってた。こうやって彼は1回生の11月まで自慢してましたね。はい。勉強で一番大切なことは何？継続と努力と真面目さ。一つって言ってるけどな。一番って言ってるけど。あの韓国国籍っていうのは大事かもしれない。何？韓国国籍？なんで？これ大事かもしれない。なんで？日本人とは違う視点で受験を見れる。一般人とはやっぱ違う視点から受験に入れるっていうのは大事かもしれない。っていう現役応援生からのとっておき情報でした。だるかったですね。とても。もう言ってた通りやったな、うん、もう一言目から自慢してきた。ほんまに5時間でもそこまで点数取れる人もいるよってことやな、うん、あと勉強で一番大事なことはあの何やってっけ、継続と努力と真面目。真面目のも一番大切やのに3つ出てきたから。チンチン。続いてかけるのはあの、うん、男子校あるあるで登場した、はい、あっくんに、あっくんにかけていくかな、うん、石山にかけようか、はい、あ石山言っちゃう。もう言ってるしな動画の中で、ね、総合人間学部、うん、結構優秀な成績で受かったみたいな、うん、余裕浪人したけどまあ、うん、余裕やったみたいな。余裕ですね。あの現役時もギリギリで落ちた。そうそう、優秀な彼です。あの A 型です。GA 型です。あ、出た出た。もしもし、はい、あっくん、はい、今ちょっと YouTube 撮ってんのよ。出たよ。出たよ。ごめんごめん、あの今 YouTube であの受験期どんぐらい勉強してたかっていうのを聞いてる。受験期どんだけ勉強したか、何時間ぐらいとか。いや、まあ浪人期と現役期で違うけど。あ、はいはい。じゃあまず現役期から、まず現役期から。いいですか。現役学校のその自習時間とかも含めたらまあ10時間ぐらいじゃん。おお、すげえな。現役から10時間結構やったな、現役は。結構なギリギリであれやもんな、落ちたもんな。そうやな、まあまあ現役の時にがっつり勉強してって感じやな、うん、もう受かると思ってたんやんな。そうやな、感覚としてはもう余裕で受かったと思ったから、うん、合格発表のもう前に、うん、自分の使ってたテキスト全部売っ払って。すげえ。見事に落ちました。その浪人期はいつどんぐらいしてた？浪人期は、まあ、1日30分ぐらい。やばっ、ガチ。まあ30分は持ってるけど。2時間3時間ぐらいちゃう。そう、結構現役時の貯金でいけるわけ。そうやな、まあ、浪人期はキープ、ひたすらキープって感じや。野球してたもんな。ストーリー見る感じ。俺だけ4時間目体育やったから。ないんよ、寸大に体育の授業はないんよ。で、模試とかではもう序盤から A 判定みたいな感じ。オープン辞典とかあるよ。はいはい、まあ、あれはもう冊子当たり前。あ、冊子掲載。そうそう、冊子掲載当たり前、はい、5位以内を目指した戦い。5位以内目指すとやばえぐいな。一説によるとなんかアルチックのその寸大で1位やったみたいな。え、2位や。2位か。結構有名やもんな、名前がな。入学した後に、うん、え、お前乗ってたよなみたいなのもあったな。あ、名前だけ。そうそうそう、どっかの誰かのあのな、入試の時の得点でマウンド取るのと違うな。どっかの誰とは言わんけど、向こうから言ってくるパターン。そうね、そうそうそう、俺ら何も聞いてないのにな。まあ、受験会の宇佐美隆みたいな感じ。あっこでバケモンやったあいつよなみたいな感じの噂になってたやつみたいな、ね、同世代の赤でな、はい、そうそう、寸大の宇佐美と。それでじゃあ、うん、持ちということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、もうやめてね今後。はい。
今後もやめます。いや、さすがやね、やっぱあっくん、分大の宇佐美と自分で言うだけあるね。偉しくやってたやろな。ということで、はい、実際兄弟生100人に僕らが聞いた、はいはい、今の3人も含めてね、はい、それを集計した結果を発表していこうと思います。結果はこちらです。どうでしょう。どうでしょうね、まあ、やっぱり8から10、うんうん、6から8、はい、僕も6から8ですしね、はいはい、で、最後は、あの浪人時代は10から12でも、長ければ長いほどいいっていうわけでもないね。そうそう、やっぱね、勉強のその成果っていうのは量をかける質やから、はい、その量が多かったとしても、その質が低かったらその掛け算小さくなるかもしれないしね、質が0あの1より小さかったら量と質を両立できるのは8時間から10時間が一番いいっていうのはあるかもな。そうそう、まあまあ、うん、俺らの個人的な友達に聞いただけやから、うん、まあそうそうそう、正確なデータとは言い切れんけど、まあ、人によるってっていうのはあるかもな、うんうん、だから1日フルで勉強できる時間あったら、うん、大体10時間ぐらいやるっていう結果かな、うんうん、今回多くの方に撮影協力していただいてありがとうございました。ありがとうございました。その中にはね、寸大の宇佐美隆がいたりしたじゃないですか、はいはいはい、あの西郷さんもあの浪人期あの寸大通ったんですけど、はい、異名とかなかったんですか。異名、うんうん、まあ、でも僕ずっと一人ぼっちだったんで、うん、はいはい、寸大のイブラヒモぼっちって言われてた。